ヤフーニュースでちょっと気になったものが出てきたというのか、相変わらずというのか、宇宙戦略に1兆円支援。こういうことがニュースになってるんですよね。政府が宇宙開発機構 JAXA に10年間の宇宙戦略基金を設け、速やかに1兆円規模の支援を行う方針を固めたことが30日分かったと。まあ政府って、まあ現状の政府、岸田政権なのかわからないですけど、そういうところが10年間かけて1兆円規模の支援を行いますということが、それだけがニュースになっているので、それで何を開発するかとか、何を研究するかとか、そういうところはまあ、このニュースではわからないんですけど、これ果たして10年間で1兆円の規模のその予算をつけることで、僕らに何か恩恵があるかって言ったら、おそらくないやろなと、僕は思うんですよ。現状、その JAXA っていうのは、そもそも年間1500億から2000億の予算がついていたんですよね。それで、まあ、かれこれ何十年も、まあ何十年か、10年以上は JAXA ってずっと、こう、活動し続けてますけど、何か僕らに恩恵ありましたか？明確になんかわかるものってありますかって言ったら、なんかあります？って感じがするんですよね。特にないと思うんですよ。ニュースであったりとか、テレビにその野口さんが出て、野口さんの財布が潤うとか、そういうことはあったと思うんですけど、人々の何か役に立つことが、それによって僕らに生まれたかって言ったら、ほぼないんじゃないんですかと。あるなら、何かしら大々的にやってるんじゃないんですかと。まあ大々的にその小惑星に行って砂かなんか持って帰ってきたっていうのをこう映画にしたりなんだりってやってましたけど、あれで僕らの生活なんか豊かになりましたかって言ったら、ならないんですよ。豊かになった人がいるとしたら、そういうのが好きな人と、そういう映画を、なりドラマを作る役者であったりとか、そういうスタッフであったりとか、そういう人たちは潤ったかもしれないですけど、まあそういうのに興味がない、ほぼほぼ一般人の日本人において、それで何か役に立ったかって言ったら役に立ってないと思うんですよね。しかし、まあ、宇宙ステーションでは何かしら実験なりなんなりやってるじゃないかっていう声もあるかもしれないんですけど、それも、まあ、そもそもが、そこで研究していることが、地上でできるかって言ったらできないんですよ。地上でできないからこそ宇宙でやってるんですよね。地上でできることは鼻から地上でやるんですよ。だから、原理として、人々の役に立つようなことが、宇宙ステーション内でできるかって言ったら、かなり確率は低いと思うんですよね。なぜなら、事実上、材料は地上と同じなんですよ。地上のものを、宇宙に持って行って何かしら応用したりしてるってことですよね。しかし、宇宙に持っていけるものって限界があるんですよ。ロケットに詰めるのに限界があるから。しかし、地上っていうのはそれが無制限なんですよね。何か研究したい、これ足りない、あれ足りない、あれ欲しい、これ欲しいってなった時に、すぐに持ってこれるんですよ。しかし宇宙の場合、あれ足りひんから持ってきて、ロケット飛ばす、50億、100億。だから、不利なんですよ。宇宙で研究するっていうのは地上で研究するのに比べて。だから、その辺のことがもう全然分かっていない人たちが コメント欄でももう賛成している人が多いっていうんですかね。研究開発にお金を投じることが大切なんだと。確かにそういうの大切だと思うんですけど、それは地上の研究にした方がいいんじゃないのかなと。宇宙って、そもそもないんですよ、ものが。あるとしても地上から持っていたものなんですよ。そもそも宇宙は真空だって言ってるじゃないですかと。だからもう、なんていうのか、破綻してるんですよ。その原理が。だからそういうこともちょっと立ち止まって考えないと、こういうニュースとかだけ見ていると、何かしら宇宙にはすごく希望があるとか、人々の役に立つと思い込んでしまう人が多いんですけど、人々の役に立つことは地上にこそあるんですよ。物っていうのは地上にあるんですよ。宇宙は真空なのでないんですよ。ISS にあるものは地上にあるものなんですよ。こういう基本的な事実っていうものもちゃんと理解されていないっていうのか、そういうことが歪められて報じられているっていうのか、これ報じている人たちもあまり何も考えずに発表されたことをそのまま垂れ流しているだけだと思うんですよね。だからこういうことになってしまってるんだと思うんですけど、だからどこまで考えても、これ10年間で1兆円使っても、多分そのリターンっていうのはほぼないやろなと。おそらくプラスになることって 99.99999% 以上ないんじゃないのかなと。で、こういう無責任な予算の付け方を、まあ政府が勝手に決めてしまって、
で、それを、まあ、Yahoo のコメント欄を見る限り、8割9割の人は賛成してしまっている。まあ、この洗脳状態ですよね。だからこういうことが、こう、いろんな場面で起きてるんだと思うんですよね。だから、その、日本の経済っていうのはそこまで良くなっていかない感じがあるっていうのか。で、現状、この研究開発にお金を投じるのは大事だっていうのはわかるんですけど、しかし、今までの歴史を振り返ってきた場合、その、まあ、松下電器であったりしても、なんか政府が予算を投じたから松下電器ってあれほど、その世界に名だたる企業になれたかって言ったら、もうそうじゃないと思うんですよね。で、もっと言えば、まあ、日本のラーメンってすごい有名ですよね。世界でも有名で。まあ、最近ではもう、その日本のラーメンを食べるたびに、海外の人が日本に旅行に来たりするぐらい、日本のラーメンって発達したんですけど、それって、その、自然にそうなったんだと思うんですよ。政府が、こう、日本のラーメンを、こう、成長させるぞっていうことで、予算を振り向けたわけではないと思うんですよね。だから、なんていうのか、そもそもが間違ってるっていうんですかね。こういうふうな、その、特別なところに予算をバーンって振り向けるより、まんべんなく、ベーシックインカムみたいなことで、配ったり、あるいは、その、そもそも消費税とかを取らないようにした方が、誰かがどっかで人に役に立つことを、こう、見出したりできる確率が上がるんじゃないんですかと。で、まあ、10年間のこの予算なんですけど、その10年後にこの政府の誰が責任取るのかなと。まあ、責任取りようがないですよね。だからこの JAXA が、まあ、無駄に予算を使ってしまって終わると。で、その予算も、おおむね海外に流れてしまうっていうんですかね。なんせ日本のロケットは人間を乗せれないんですよね。だから宇宙ステーションに行くには、海外のロケットに頼るしかないんですよ。もうそれイコール海外にお金が流出するっていうことなんですよね。だからこの10年間の1兆円の予算をロケット、日本のロケットも人間が乗れるようにしますと。そういうふうなことを開発するのであれば、ギリいいかなと。日本のロケットも人間が乗れるって分かれば、日本のロケットの方が安全そうであると。ということで、海外の人が日本のロケットに乗って宇宙に行きたいっていうことになってきたら、この儲けは出てきそうですよね。そういうのであれば、まあ、ギリわかるんですけど、現状、その、宇宙に期待してる人たちって、完全に洗脳されてしまってるというのか、なんもないですよと、宇宙って。真空なんじゃないんですかと。で、その、月とか火星に住むところを作るって言うなら、地上にもうすでにありますと。もっと住みやすい環境が。まあ、そういうことを思うというのか、宇宙に関してはもう完全に、洗脳されてしまっている人が、まあ、未だに 99% ぐらいはそうなんやろうなと。まあ、ほとんどの人はあんまり、その、詳しく考えていないだけだと思うんですけど、まあ、宇宙っていうものは、その、考えれば考えるほど、そういう、その、変なことが起きているっていうんですかね。人々に役に立つことって何があるんですか？これ明確に答えれる人ってほとんどいないと思うんですよ。その人工衛星とか以外で。人工衛星とか以外の方が、多分予算規模でかくかかってると思うんですよね、これ。まあ、それでも、まあ、民主主義の世界なのでしょうがないというのか、まあ、そういうことを思う、宇宙戦略に1兆円支援というニュースを見た感想でした。芸術を僕は少しありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。